お疲れ様です。黒須田龍です。夏です。よいしょーい、はい、このチャンネルはですね、サッカー、J リーグが、大好きな兄弟の日常動画にさせていただいてます。はい、まだチャンネル登録お済みでない方は、もうすぐちょっと2000人も近づいてきてるんで、はい、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ちょっともう言っちゃったんですけど、今日の企画をお願いします。はい、清水エスパルス戦、残留プレビュー。よいしょ、残留プレビューっていう、はい、もう名前もちょっと変えましたけど、はい、うん、ここ立てば、はい、残留が決定しました。よいしょ、アビサポはもうね、今上がりに上がってますけど、まあほぼほぼね、うん、確定というワードは、うん、まあ、今まで何度も言いましたけど、うん、確定です。確定でもしょ、確定演出、まあ、引き分け負けの可能性でも、うんうん、あ、負けても残留の可能性はあるんですけども、うん、まあ、周りのチーム次第って感じでね。そうそうそう、まあでもね、うん、まあ、しっかりここで勝って、勝ってね、ホームで決めれれば一番ベストなのかなと。確かにね、こういう節目ってちゃんと勝ち切ってね。そうね、しかもホームでせっかく1万人入るんで、そうね、やっと1万人、まあ、1万人入るサポーターの前でこう見せられるのが一番ベストかなとは、うんうん、タイミング的にもうわざとかのようにね、もう1万人入れるよっていうところで勝てば残留っていうね、最高です。最高ですね、はい、はい、というところでエスパルス戦のプレビューやっていきたいなと思いますけども、はい、エスパルス戦の、はい、うん、清水エスパルスの、うん、まあ、直近の情報から申し上げますと、はい、直近5試合でいうと、うん、1勝1分け3敗というところで、はい、うん、まあ、いまいちまだ乗り切れてないかなというところなんですけども、うん、でアビスパ4が初戦やった時は2対2のドローというところで、おそらく第2節でやって、うん、1節名古屋にやられて、うん、まあ、清水にもあの引き分けっていう形で、うん、まあ、あの希望を感じながらも、うん、やっぱり僕個人的にも J1 の強さみたいなのを感じたゲームではあったんですよ、うんうん、カルリーニョスにミドル決められたシーンとか、うん、結構一旦奥まで下げさせられて、 そうね、その空いた間延びしたスペースでミドル打たれるとかって、うん、やっぱうまい点の取られ方したんで、うん、そうね、なんか一瞬ずらされたらもうやられちゃうよぐらいの、ね、そうそうそう、ね、痛感した試合ではあったよね。あれはまあ早かったし、うん、なんかあの時に、で、ただ引き分けまで持ち込めたって言って、うん、まあ J リーグおそらく初の、うん、あの、今シーズン初の勝ち点取れた試合で、うんうん、まあ希望と絶望をどっちも感じた試合を清水とはやったんですけど、うん、で、その時に、うん、あ、清水やっぱ強いなと思ったんですけど、うん、まあ現在ちょっと順位で言うと結構、うん、15位。15位。っていうところで伸び悩んでまして、まあ J1 って分かんないなというふうに、う、ね、うん、当時2節目で言うと正直やっぱりアビスパの方が押されてたというか、うん、ボールは支配してたんですけど、うん、やられてたんで、うん、結構 J1 ってすごいんだなと思ったけど、ね、うん、今で言うとやっぱアビスパが8位、うん、清水が15位というところで、うん、まあ、上に立ってはいるんですけども、はい、まあやっぱそこが1年間の成長かなと思うし、うん、ただ清水もやっぱり補強をしまして、いやすごいよ、結構増えたよ ね松岡選手とか、松岡選手、ホナウドとか、コロリとか、ね、イバヤス選手とか、はい、まあ、結構多くの選手を途中から、うん、獲得してまして、うんうん、まあ、ただそれでもまだ乗り切れてないのかなとは思います、うん、結果を見れば、うん、ただですね、前節、神戸戦僕見させてもらって、うん、すごく良かったなっていう風に、うん、攻撃のスピード感であったりとか、うん、まあ、ダイナミックさ、うん、チアゴ・サンタナをこう軸に、うん、しっかりこう組み立てれてるなっていう印象はあったので、うん、でも神戸戦はね、まあ、神戸にやられてしまったというか、うん、まあ、前半9分に武藤に決められて、うん、そっからもちょっと清水が押してる展開ではあったので、うん、どっかで1点入っとけばまた変わったかもしれないんですけど、うん、まあ、チアゴさんってのは良かったんですけど、やっぱ決定力、うんうん、ここに書いたのかなと、まあ、そうね、ただ僕は正直個人的に清水戦、まあ、簡単じゃないかなっていうふうには感じました、うん、あの試合を見て、うんうんうん、やっぱあんだけこう迫力持って来られた時に、うん、まあ、アビスは強固なディフェンスではあるんですけど、うん、結構グッと内を締めて外に追い出すじゃないですか、うん、アビスのサッカーって、うんうんうん、ただなんかそこセオリー無視して、うん、チアゴサントにこうボーンとボール入れられて、うん、こぼれたセカンドとかを狙わ、あの藤本選手もいるんで、うん、相手フォワードにはね、うん、そこ狙われたりすると、うん、結構ガッチャンコになって、そう、ね、何があるか分かんないかなと、相手フォワードでやっぱね、強力な外人がおるところには、うん、札幌戦とかもそうやけど、そうそうそう、ね、ちょっとねやられがちなところもあるからね、そうそうそう、強いとはいえ、うん、ちょっとやっぱ何が起きるか分かんない、うん、逆に浦和とか、うん、まあ、笠崎みたいにこう、うん、セオリーでちゃんと攻めてくれば、うん、アビスパの強化なブロックで対応できるのもあるけど、うん、ちょっとそれを無視した、うん、ダイナミックなスピード感のある攻撃をされた時に、うん、アビスパがちょっとしっかり守りきれるかどうかっていうのが一つ
確かに注目ポイントかな。清水の代替ゴールってやっぱそういうゴールが多いもんね。やっぱスピード感持ってスピード感ある、速いゴールまでが速いみたいな、あるあるある。でそれにやっぱ松岡選手とか、うん、まあ、ホナウド選手、ゴロリ選手とか、うん、まあ、中盤の選手も絡んでくるようになったので、うんうんうん、まあ、すごく攻撃としては怖いかなっていうふうに感じています。楽な相手ではないかなと思ってますけど、うん、はい、はい、まあ、アビスパ福岡、うん、まあ、でもここはね、そうね、ノリに乗ってますんで、うん、直近5試合でいうと4勝1分け、うん、かな、うん、強すぎじゃない、強すぎる、確か4勝1分けか、うん、アビスパは、アビスパは4勝1分けです。まあ、このね、うん、勢いをまあなくしてはいけないというか、うん、ここで勝つことで、うん、あの清水戦僕結構大事な試合かなと思って、うん、次神戸戦になってるんで、あー、そうね、うん、ここはやっぱ連勝続けて、うん、次の神戸戦、うん、おそらく、残り試合でいうと神戸戦、うん、札幌 FC 東京あたりが、うん、鬼門になってくるかなと思ってて、うんうんうん、まあ、特に神戸 FC 東京に関しては、まあ、ACL っていうところを一緒に争うライバルになってるので、うんうん、まあ、そのためにやっぱ清水戦勝って乗りたいなっていうふうには思うんですけども、ね、まあ、現状だってもう今で言うと上位のチームとの対戦っていうのは次の神戸戦ぐらいやんね、阿炎、うん、より上位というのね、うんうん、まあ、同率ぐらいで言うと FC 東京、 FC 東京で、それ以降はまあ今のところは下にのチームとなるっていうところで、ね、まあ、スタートはね、清水にさ、あの清水のメンバーに引き上げたら上等よって言ったのが、うん、もう今の現状もう勝とう勝たんとっていうところになってきてるけどね、まあ、ここは勝ちたいね、勝ちたい、正直勝って、うん、まあ、気持ちよくホームで残留を報告できれば、うん、そうね、もし残留した場合はね、うん、我々、スタジアムでインタビューしたいな、インタビューしたいな、スタジアムインタビューしたいな、したいね、でね、良ければみんなで写真とか撮れば最高かな。そうね、一緒に写真撮ってもらえればありがたいです、うんうん、少人数でこうね、開けて写真撮れたら嬉しいなと思います、ね、いいっすね、残留をね、祝してっていうかね、うん、皆さんでね、はい、また盛り上がれればいいかなと、ぜひスタジアムに行くんでお声掛けください、お願いします、はい、はいはい、じゃあ、スタメンの予想いたしましょう、うん、スタメンの予想がこちらになっております、ドン、はい、はい、うん、ゴールキーパーいつも通り村上さんゴッド、もう安定してますよね、安定、もう本当に危ないシーンも、うん、逆になんか村上選手が話題になることが少なくなってきたというか、うんうんうん、もうそれはもう安定した証拠だし、ね、とやっぱ最近なんか本当に危ないシーンも少しずつ減ってきたんで、うん、まあ、これもディフェンスラインの安定かなと思いますし、うんうん、いい意味でね、うん、村上選手があんまりこう目立たなくなるっていうのは本当にいいこと、うん、いや、いいこと、いいこと思います、うん、右サイドバック、はい、サラモンソン、サラモンソン、センターバックが、奈良ちゃんとグロリー、グロリー、まあ、予想してます、はいはい、で左サイドバックが、七選手ですね、選手、はい、まあ、湯沢選手もあるとは思うんですけど、うん、まあ、ちょっと前節もあの途中交代だったので、まあ、今節も取っておくんじゃないかなと思うんですけど、で中盤が右から、はい、金森選手、金森選手、おそらく中村選手、うん、前選手、うん、左に、太郎ちゃん、太郎ちゃんですね、まあ、中村選手どうなんでしょうね、ちょっと分かんないんですけど、から重弘選手も良かったし、良かったしね、前節重弘選手がすごい良かったんで、うん、まあ焦らずともいいんですけど、中村選手が復活してる場合は中村選手なのかなというふうに予想します、はい、2トップが、はい、ブルーノ・メンデスと山岸選手ですね、山岸選手、パーマ選手が出場停止っていうところなので、うん、もったいないです、もったいないね、乗りに乗ってもいいので、いや本当よ、連続ゴールしとるのに、ちょっとエイナとしても悲しいかな、エイナデビューカードとしてもね、まあまあファンマ選手がねここまで繋いでくれた、もちろん繋いでくれた結果をここで終わらせるわけにはいけないので、うん、まあ、ブルーノ・メンデス選手にしっかりね、うん、対応してもらって、うん、ここでメンデスが決めれば、まあ、ファンマの連続ゴール継続中っていうところで、うん、まあもういいや、ほぼ一緒かと思いましたので、まあメンデス選手をね久しぶりにやっぱ見たいので、うん、フルパフォーマンスで、それか渡り選手もあるんですけど、やっぱ1枚はね外国人選手使ってくるんじゃないかなっていう予想です、そうね、ちょっと渡り選手とメンデスのこう、ね、コンビでもいいかなと思ったけど、やっぱり山岸選手がいいもんね、ちょっとスタート今のところ外せるかなと思いますけど、はい、はい、ということでスタメン予想させていただきました、はい、はい、スコア予想いきましょう、スコア予想いきましょう、2-0 アビスパで、そうかなってね、うん、お願いします、3-1アビスパで、あ、まあ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 、いや今のアビはね、うん、点が入る、入るね、マジで入る、うん、でやっぱ後半90分まで集中力高いし、うんうん、まあ、途中交代で入る選手も絶対何かするんで、うんうん、3は行くんじゃないかなと思ってます、まあ、鹿島にも3行ったし、はいはいはい、あの鳥栖にも3行ったんで、うん、やっぱ清水にも3行ってほしいなと、うん、
で1はやっぱさっき言った通り、うん、俺は事故が起きると思う、うん、清水のあの攻撃に、うん、チアゴ・サンタナを軸に、うん、結構早いアーリークロスとか入れられて、うん、こぼれたところ藤本とか、うんうんうん、そういう事故が起きるんじゃないかなと、うん、僕は前節見た感じを思ったので、うん、予想しましたけど、はい、はい、まあこれが予想になっております、うん、皆さん予想お願いします。お願いします。当たった人には、はい、何か何かプレゼントします。いや相当当たるんじゃないのそれ。当たった人は当たっておるよ、はい、教えてください。何かこう僕がサインします。いやいらんやんそれ、誰も来んやん。あの太田圭介のサインでしょ。太田圭介、太田圭介サインは俺しか書けんけん。一応単なるサインでしょ。太田圭介はもうこれやけ24本ね。夏が書いた太田圭介選手のサインをプレゼント。うわマジで勝手に書いてね。ダイソーで買ってきてね。いい迷惑やん、太田選手。下に夏って書いてね。はい、今よければ太田選手のサイン僕が書きます。書きます、ね。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日も、はい、長い動画ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、はい、最後じゃないね。うん、まあ、スタジアムでね、うん、残留を一緒に見届ければと思います。我々もスタジアムに行くので、はい、またお声かけいただければと思います。はい、ではまた、次の動画で会いましょう。バイバーイ。